ちの絆は強いんだ。うん、あなたたちの絆がどこまで通じるか見てみたいな。私のポケモンにダメージを与えられるか試してごらんよ。私たちの強さ試してごらんよ。確かな絆が生まれたわ。わしは四天王の源氏。お前がトレーナーに必要なものを持っているか見極めさせてもらおう。トレーナーとして大切なものが何か分からなければわしには勝てんぞ。いただきにたどり着いたか。全てを断ち切るぞ。いいか、トレーナーに必要なのは正しい心。俺の名前はダツラ。宝円地方のフロンティアブレンテのやってる。よろしくな。ありったけの知識を振り絞ってかかってこいや。よっしゃ、バチッと来い。かかってこいや。俺とおめえは最強だ。俺、双葉タウンのジュン。それどこって言ったやつは罰金1000万円な。なんたって俺は最強のポケモントレーナーになるからな。罰金1億円な。見てろよダディ。俺嬉しくって、嬉しすぎて今すごい変な顔だぜ。僕はジムリーダーのヒョウタ。岩タイプのポケモンと歩むことを決めたトレーナーさ。岩と共にあり、ザ・ロックとは僕のことさ。どんな困難でも僕が砕いて貫いてあげるよ。ザ・ロックを倒せるかな。これが成長する醍醐味ってやつだよね。私なだね。緑のポケモン使いこと草タイプのジムリーダーよ。生える緑のポケモン使い。草ポケモンなら私にお任せ。真の強い大木のように私はもっと強くなる。強そうだけど私も負けないよ。満開って感じだね。嬉しいな。私スモモって言います。どこからでもかかってきてください。強いってどういうことか自分でよく分かってないんですけど、私なりに頑張ります。最近修行のおかげで前より自信を持って技を選べるようになりました。始めますよ。限界を超えていきますよ。俺様はマキシ、水タイプのジムリーダーだぞ。かかってこい。ウォーターストリーム、すべてを飲み込み流し去る。マックス、マックス、マキシマーム。さあ始めるぞ。俺様たちの絆マキシマム。私はスズナ、氷タイプのジムリーダーよ。私の気合見せてあげるから覚悟しちゃってよね。氷が溶けちゃうくらいの気合で押して倒すよ。ポケモンもオシャレも恋愛も全部気合なの。さーて気合入れますか。うーん、いい感じ。私たち最強かも。俺はオーバー、新王地方のポケモンリーグの四天王さ。心は熱く燃え盛ってるぜ。君の勢い感じる。熱い気持ち伝わってくる。君の魂がどれだけ熱く燃えたぎってるか確かめさせてもらう。闘志を燃やしてこい。俺たちの強さが熱く燃えたぎるぜ。ファクトリーヘッドネジキだよ。知識なら負けないんでよろしくお願いします。ちー、調査分析マシンは好調だよ。分析するよ。わーお、分析通り。僕の知識の見せ所だな。分析通り。今ならすごい勝負ができそうだよ。私の名前はモミ、ポケモントレーナーよ。一緒に行きましょう。大切なのはバランスです。攻撃も回復も、寂しい時にはポケモンがいます。私にはあなたたちもいます。だから寂しい時なんてありません。やります。私たち負けません。とっても強くなれました。ハッピーな気持ちですわ。私マイ、あなたとの時間楽しみにしてる。あなたと過ごす時間、それが私の楽しい時間。ほんのちょっぴり、ほんのちょっぴりだけどね。
私頑張る。強くなれたのかな。はじめまして、私メイって言います。よろしくお願いします。私とポケモン最高のバディになれるよう目いっぱい頑張っちゃいますね。私はトレーナーメイ。強くなっていろんなトレーナーさんと本気勝負したいです。いざ勝負お願いします。嬉しすぎるってこういうことなんですね。はじめまして、私メイって言います。よろしくお願いします。私とポケモン最高のバディになれるよう目いっぱい頑張っちゃいますね。私はトレーナーメイ。強くなっていろんなトレーナーさんと本気勝負したいです。いざ勝負お願いします。嬉しすぎるってこういうことなんですね。わしはホドモイシティのジムリーダーイヤーコンだ。さあ仕事の時間だ。人生はギブアンドテイク。この鉱山を根性だけは誰にも負けんぞ。さてとやってやろうじゃねえか。達成感ってのはたまんねえもんだな。大空のぶっ飛びガールフーロです。飛ぶのも飛ばすのも私に任せてね。あなたは風にも負けないタフなトレーナーなのね。パイロットの目はどんなに遠くでも見えちゃうのよ。いっぱい私と楽しいことしましょう。やったー、成層圏を超えたね。大空のぶっ飛びガールフーロです。飛ぶのも飛ばすのも私に任せてね。あなたは風にも負けないタフなトレーナーなのね。パイロットの目はどんなに遠くでも見えちゃうのよ。いっぱい私と楽しいことしましょう。やったー、成層圏を超えたね。私はハチク、人は呼ぶアイスマスクと。ではいざ。熱いだけでなく冷たいだけでなく、二つを自在にコントロールせよ。いざ尋常に勝負。これは一人では成し得なかったことだ。感謝する。はい、アイリスです。竜の心を知る娘なんて呼ばれるよ。すごいすごい。ポケモンと人は一緒にいるのが素敵なんだもん。さあ暴れちゃうよ。お揃いで最強だね。ポケモンリーグチャンピオンアイリス、あなたと共に戦います。私ね、強いトレーナーとの真剣勝負が楽しみなの。心研ぎ澄まし、ポケモンと一つに。始めるよ。これまで以上に分かり合えてる気がする。私はフォミカ、バンダマポケモンも全力で盛り上げていくよ。激しく苦しいポケモン勝負を見せるよ。ポイズンライフ、ポイズンライフ、いくよ。あんたの理性ぶっ飛ばすから、私たちの熱気で最高に盛り上げていくよ。おいはしずい、海を愛する男じゃ。おはんも一緒に泳ぐたい。でっかい海を愛する男、しずいじゃ。信念の強さがポケモンと自分に力をくれるたい。いっちょやってるわ。大したもんじゃ。ええー、ポケモン育てとるな。ゴーストポケモン使いのしきみです。四天王と小説家やってます。ゴーストポケモン使いの私がお相手いたします。あなたとポケモンのこと取材させてくださいね。しきみ、お相手いたします。この結果は予想外。今の私たちなら最高の小説になれるよね。私はアデクス師匠の一番弟子レンブ。本当の強さを極めるために修行中だ。格闘の道を極めることに命を燃やし生涯を捧げる。最強を知りたい気持ち、それを私は尊いと思う。勝利を我が手に。強くなる喜びに心が震えるぞ。私はザクロ、カロス地方商用シティのジムリーダーです。
そこに壁があれば登るだけ。どんなに手を伸ばしても届かないものもあるでしょう。ですが諦めないこと、どんな時でもどんな相手でも諦めないこと。では始めましょう。頂上まで登り詰めましたね。コルに華麗に参上なんてね。どうぞよろしくね。コルに参上、命爆発かかってらっしゃい。やったー、最強のバディーズって感じじゃない。ほほ、私は福治、草タイプのジムリーダーだよ。草木のことなら任せなさい。枯れ木には花を咲かせるぞ。まだまだ枯れてはおらんがの。ポケモンとの友情は慌てず騒がずじっくりとな。さあさあ焦らずじっくり行こうかの。成長は互いに喜ばしいの。